はいどうも、料理の姉さん、リュウジでーす。パンダこりゃっていうね。ということで、今回はですね、コンビーフ。ね、皆さん、コンビーフどうですか？好きですか？はい、僕は大好きです、コンビーフ。はい、もうね、コンビーフをね、なんと焼肉屋さん並みにですね、贅沢に美味しくいただけるっていうですね、方法がありましてですね、これをやっていただきたいと思います。すみません、グダグダで。まあもうね、口で言うより見てもいただいた方が早いと思いますので、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ材料説明ですね。コンビーフです。1貫分使っちゃいます。はい。で、あと長ネギなんですけども、3分の1本は使います。これね、全部使うわけじゃないんですけども、3分の1本、グラムにすると35グラムぐらいを使います。はい。で、あとレモン。これね、レモンね、なければ、なんか、コンクタイプのレモンでも大丈夫です。レモン汁です。だからね。はい。レモン汁でも平気です。はい。あと、ごま油ですね。大さじ1半と、味の素です。はい。あと、黒胡椒。あと、お塩。はい、お塩は小さじ4分の1かな。はい、以上の食材でどちゃどちゃ美味しいのやるから、今から。はい、みんな見てる、今からやっていくよ、ね、パンダこりゃごめんね、ちょっとね。はい、やっていきます。まず長ネギです。はい、長ネギをね、みじん切りにしていきます。ボウルに移していきます。もうちょっとやりましょうか。これね、青いネギのところもね、美味しいんだよね。で、ここにお塩、はい、小さじ4分の1ぐらいかな。味の素です。これを1、2、3、4振りです。で、ごま油です。はい、小さじ1半を入れます。で、これね、よくね、混ぜ混ぜして、これだけでね、めちゃめちゃ美味しいね、ネギダレになっちゃうんですね。あのレモンも切ります。レモンはね、もう本当にやつ切りで、こんな感じでね、こんな感じで、ここはね、切り落としてね、切り落としましょうか。これ使っていきます。で、コンビーフ、こいつがですね、をまあ薄くですね、スライス、していきます。大体どれぐらいかな、8ミリ厚ぐらいって。コンビーフでも、あのニューコンビーフでも大丈夫ですよ。はい、ニューコンビーフとコンビーフの違いは、馬肉を使ってるか使ってないかなんですね。はい、やばい、もうできちゃう、尺がコンビーフを並べていきますよ、こんな感じでね。うん、じゃあね、このネギダレ、はい、このネギダレがですね、コンビーフにかかるとですね、まあそれはそれは、まあそれはそれは美味しい。ネギ塩、ちょっと牛タン風なんですよね。ネギ塩牛タン風のコンビーフなんですよ、これは。で、フラペです。たっぷりかけてあげてください。ここにですね、レモン、うん、ね、ネギ塩牛タン風コンビーフの出来上がりです。はい、それではですね、できましたので、やっちゃいたいと思います。これですね、レモンね、まあこれもレモンはね、お好みでいいんですけども、僕はね、最初から絞って、いただいた方がいいかなっていうふうに思います。ネギダレをね、巻き込みながら食べます。いただきます。これね、たまらんばい。まあね、コンビーフも美味しいんですけど、このネギダレばい、このネギダレすごいな。これ、あの、多分このネギダレかけたら何でも美味しくなるんじゃないかなっていうぐらい美味しいんですね。これがですね、お塩とごま油なんですけども、そこにね、味の素がね、加わることによってね、ものすごく深いね、味をね、醸し出してくれるんですね。これはね、本当にうまい、本当にうまいです。これ今回ね、コンビーフにかけてるんですけども、他のでもね、美味しいと思います。牛タンとかねもうちょっと気の利いたこと言えないかな。あのね、砂肝、
焼いた砂肝にこれをかけてみてごらんなさいよ。もうね、サンクチュアリーです、回ってくるとグダグダなチャンネルになっちゃうんですけども、はい、ほんとうまい。目閉じて食べるとね、牛タン食ってるような感じですね。いや、ちょっと言い過ぎましたね。はい、コンビーフなんですけども、ものすごい美味しいコンビーフになってます。あのアレンジとしてこのままね、ご飯にのっけて丼で食べてもめっちゃうまいです。これめちゃめちゃご飯に合うんです。これあのもうご飯もいけちゃうっていうですね、ネギ塩牛タンビーフを何卒皆様ご指示よろしくお願いします。なんかちょっとテイスト違ったね今の。なんかね、ぜひやってみてください。はい、ということで今回の動画みんなどうだったかな。美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思っていただいた方、ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。味の素もよろしくお願いします。